夢の果てとかチョッパーじゃ直せないんですよ、ね、ぼんやりしてるんですよ。ビッグモムの新しい可能性っていうか。はい、ワンピースが大好きな神木です。今回はですね、まあ毎回その編が終わる時っていうのはまた新たな展開につながるキーマンがですね、その島に来たりするんですよね。例えばですね、デイビーバックファイトでいう青キジですよね。それとかパンクハザードでいうとまあ青キジとか、まあ、ドフラミンゴもそうですよね。でドレスローザでいうとおつるさんとかですね、またガープとかですね来ましたね。でそうやってまあ物語の最後にはですね、なんとか編の最後にはまあ海軍とかいろんなところからですね、新たなキャラクターが出てきて次の展開につながるっていうのがよくあるんですよね。で和の国編も終わった時ですね、カイドウと戦ってビッグモムと戦って対決にこう勝負がついた時に外部からですね、また新しいですね、まあ戦力じゃないですけど第三者が来ると思うんですよね。でそれをですねちょっと予想したいと思います。でこれですね、割ともう次の島か次の島ぐらいでもうワンピースっていうのは終わってしまう可能性もありますので、かなりですね重要なキャラクターが出てくると思います。よろしくお願いします。はい、じゃあですね、これがですね、僕の本命なんですけども、これはですね、この二人絶対来ると思うんですよ。戦闘丸とベガパンクですね。でなぜですね、二人が来るかっていうと、桃之助がいるじゃないですか。光月桃之助の、まずですね、能力がですね、今ぼんやりしてるんですよ。ベガパンクが作った人造悪魔の実の失敗作っていうので来てるんですけど、しっかりですね、それに名称が付けられると思います。ベガパンクの口から、実はこういうのを作ったんだ。桃之助、お前はこういう能力だよっていうのが、しっかり名称でですね、示されて、ワノ国編が終わっていくと。そしてまたですね、スマイルですね。スマイルというのは副作用があって、みんながですね笑うことしかできなくなってるじゃないですか。でスマイルの副作用を治すって考えた時に、まあ、チョッパーじゃ多分治せないんですよね。それよりもベガパンクとかですね、まあ、その悪魔の実の研究をしてた人たちにしか多分なし得ないので、ワノ国編が終わるっていうのはワノ国が救われるっていう時だと思いますので、その時はですねやっぱりスマイルの副作用がみんなこう解消されると、そういう段階が絶対あると思うんですよね。なのでまあ希望も込めてベガパンクが来てくれて、まあ、一緒に戦闘丸もついてきてですね、ワノ国編最後ですね登場するんじゃないかなと思います。またオロチもですねベガパンクを欲してましたよね。 CP0 サイファーポールイージス0に対してですね、次はベガパンクをよこせみたいなことを言ってましたけども、そこでまた進展があるかもしれませんよね。もしかしたらカイドウはルフィにこうやられると思いますけど、なんとか行き滞在に逃れてベガパンクだけそこでかっさらってどっかに逃げちゃうとかですね、そういう展開もあるのかもしれません。はい、次ですね、この2人も来てほしいですね。コビーとハンコックですね。コビーはですね、まあ、ハンコック七部会をですね打破するために向かっていきましたけども、2人ともですねルフィのこと大好きじゃないですか。コビーもですね周りの海軍の周りの人にも言っちゃうぐらい大好きだし、ハンコックもですね多分に漏れず大好きで、ずっとルフィのことを思ったり、しております。でそこでこう落ち合った2人がですね、そのままバトルしてですねハンコックが捕まるっていう展開よりも、やっぱりコビーとハンコックを、まあ、取り持つルフィですよね。ルフィ共通の話題が出てきて、ルフィさんのためにどうこうしようっていう動きを2人で取るんじゃないかなと思うんですよね。でそうなるとコビーっていうのはソードの一人でありますので、ワノ国の現状っていうのを知ってます。そしてハンコックにそのことを話したとなると、二人でワノ国に行ってですねルフィを助けに行くとか加勢しに行く可能性もあるんじゃないかな。またですねコビーとしてはドレイクを救いに行くっていう名目もあるのかもしれません。なのでここでワノ国にコビーとハンコックが来て、これ来れると思うんですよね。来てドレイクも救うし、ルフィたちを結果救うことにもなるっていう展開が待ってるのかもしれませんね。はい、次ですね、この二人来てほしいですね。まあビッグマム海賊団って来てるじゃないですか。今フェロスペローとか来てますけど、やっぱりですね、まあ、僕らから思い入れのあるキャラクターって言うとやっぱカタクリとプリンなんですよね。カタクリとプリンっていうのはこのビッグマムを倒したとなればですね、ルフィサイドの味方になってくれる可能性があるビッグマム海賊団の幹部っていうか子供なんですよね。またビッグマムっていうのはめちゃくちゃ自由なやつでもう止めきれないんですけど、このカタクリとプリンがいればですね、そのお母さんのことを止めることっていうのは展開的にはありえると思うんですよね。なのでもうワノ国がどうしても出れないと、ビッグマムが邪魔で出れないってなった時にカタクリとプリンが来てですねビッグマムを抑え込んでくれるっていう、そういう展開とかあってほしいですね。まあ、プリンにねそのママのね記憶を改ざんしてもらって、幼少期だけの記憶が残る、そういうことができるとするならばですね、ビッグマムの新しい可能性っていうか、次エルバフが待ってるとしてもビッグマムは本当にピュアなままのビッグマムとしてこれからの人生を歩むと、エルバフに帰ったりする可能性もあるんじゃないかなと思います。意外にですね来るかもしれないなと思ってるのはミホークですね。ミホークも七部会を脱退して今はですねどこかに居座るまず理由がないですよね。そしてミホークも剣士ですので、ワノ国のですね侍たちには絶対に興味があると思うんですよ。ジャンプを読んでる方はですねわかると思うんですけど、今ですねゾロの戦う場所っていうのが相手がですねあんまりいないんじゃないかなと思うんですよ。カイドウに人たち攻撃受けさせてですね、その後力尽きて今鬼ヶ島の中にいる状態じゃないですか。でそのゾロが王冠番とかを倒す、まあ、もちろん可能性あるんですけども、
じゃなくてミホークが来てミホークと戦うと、世界最強の剣士を和の国で実現させるっていうですねパターンもあったら面白いんじゃないかなと思うんですよね。そのエンマとかですね使いこなしかけてるとは思うんですけども、そのエンマを持ったゾロ VS 世界最強の剣士ミホークですよね、まあ、指定対決にもなるんですけども、和の国で勝負がつくとまた熱いじゃないですか。侍の国和の国で世界一の大剣豪がまた塗り替えられるというですね、そういうめちゃくちゃ熱い展開が待っててもいいなと思います。次ですね、この2人組が来るともう本当にワンピース終わりが見えちゃうんですけど、シャンクスと黒ひげが来るパターンですね。もう大きな戦いがですね待ってるっていうのはもう分かってるんですけども、その大きな戦いがですねなんとこの和の国で描かれると。もうカイドウとビッグマムを倒そうとした時、まあ、倒した後でもいいんですけど、他の4校も全員来てしまって和の国でそういうですね4校の全員も三つどもえじゃないですけど、みんながみんな戦うっていうめちゃくちゃでっかい戦いがもうこの先じゃなくてもう今この島であるっていうパターンですね。でもちろん麦わら大船団のみんなたちもそこに加わってくると思いますけど、もう次のどこの島にも行かないと。その海賊たちのバトルとしては和の国が最後で、その次のまあ夢の果てとかラフテルとかは和の国が終わってルフィたちだけが生き残ってい、くというですね可能性もあるのかもしれません。まあね、黒ひげがですねレベリーの話を聞いてですね海軍に奪われるくらいならっていうことを言ってましたけど、まあ、サボかなとか思ってたんですけど、もしかしたらあれがミスリードでですね和の国にある何かをですね取ろうとしたと、まあ、CP0 も何かを狙ってますよね。多分和の国にある何かを狙ってると思うんですよ。なので今鬼ヶ島とかにも来てると思いますので、まあ、その何かを黒ひげがちょっと知ってそれを海軍に奪われるぐらいだったら取りに行くと、まあ、ロードポーネグリフもあるでしょうし、まあ、他にも和の国っていうのは謎がまだいっぱいありますので、和の国にしかないもの、まあ、もしかしたらおでんの公開日誌とかですね、そういうのも黒ひげからしたら絶対欲しいものじゃないですか。なんで海軍に奪われるぐらいだったら俺が取りに行こうっていうことで、あそこはミスリードで実は書いてて、もう黒ひげは和の国にも向かってると。でシャンクスも向かってて、あそこの鬼ヶ島でワンピースの最後の戦いみたいな大きな戦いが今の延長線上で書かれるというですね、こういうパターンだとするともう本当に終わっちゃうんで悲しいんですけど、まあ小田さんが昔言ってたですね、もう頂上戦争が可愛く見えるっていうのはもうまさにぴったりじゃないですか。4校が全員揃ってみんなで戦いまくるというのを考えると、確かに頂上戦争が可愛く見えますし、まあ、ルフィがですね4校はですね全員自分が倒すって言ってたのも、まあ、そこでまるっとその話は終わっちゃうじゃないですか。なのでもしかしたら和の国の最後にはですねこの2人が来るのかもしれません。なんとか編の最後っていうのはこういう感じでですね、誰かが来て物語がですねまた次に大きくこう傾くっていうですねことが特に最近よくありますので、誰かが絶対に来ると思います。はい、皆さんの中では誰が来ると思いますかね。まあ、誰が来てもですね本当に熱いんですよね。誰が来ても興奮しちゃうんですけど、今挙げた4組がですね僕は来ると思ってます。もう戦闘丸とか本当来ると思うんですよね。まあ、ベガパンクですね、ベガパンクは絶対に来て、まあ、スマイルの能力をとにかく問題を解決してくれるっていう役割を担ってくれるんじゃないかと、まあ、期待しております。まあ、今ですね和の国はカイドウ戦っていうのがもう本当にすごい最高潮なんですけども、その先ですよね、和の国の終わりに再登場してくるキャラクターをちょっと紹介してみました。皆さんが思うですね再登場するんじゃないか、和の国の最後にですね再登場するんじゃないかっていうキャラクターもですねいたら、ぜひコメント欄に書いていってください。でこのチャンネルではですねワンピースの情報とかですね最新話の考察、ライブ配信とかですねやっておりますので、ぜひチャンネル登録の方をお願いします。じゃあね。